じゃあ一言お祈りして、この会話を行いましょう。恵み深い天の父なる神様、愛する方々と一緒に、教会の歴史について、あるいはキリスト教の歴史について考える時間が与えられ、心から感謝します。願うかどうぞ、私たちの心は本当に、落ち着いた雰囲気の中で、あなたの技を考え、あるいはまた歴史の中にどんなことが起こったのか、そんな事柄について見ていくことができるように、そしてそれらの出来事と今生かされている私たちがどういう関係があるのか、そんなことについても深く学ぶことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。最初にですね、私は考えたのはこの教会史についての、この前に出ているこのプロジェクターを使って、今日やろうとしているところの全体像をまず一緒に考えておきたいと思います。で、今日やろうとしているのは最初の400年、すごいですね、400年を60分でやってるんですからね、かなり夢のような超特急ですよ。400年もあっという間ですからね。でも、まあ、そういう中でまず全体像を見た上で細かい言葉について少し、注意を向けていくというか、そんなことをしたいと思っています。使徒の働きの中にこんな言葉が出てきます。さてサウロは、このサウロというのは後にパウロという大伝道者になるわけですけれども、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼む。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。実はこの文章の中には非常に、意味深い言葉があるんです。サウロという人は何をしようとしていたかというと、彼は律法学者であり、その当時のユダヤ教の指導者でした。それで彼の心の中にはキリストっていうけれども、あのイエスは違うだろうと、もしイエスがキリストだったら十字架になんかかけられるはずはないとサウロは考えました。そしてそのイエスを信じて、イエスが救い主だとか、イエスが主であるとか神であるとか、そんなことを言って集まっている奴らは絶対間違っている、彼らは神を冒涜しているとサウロは考えた。そこで彼は、まあ、リーダーでもあったので、許可をもらってわざわざダマスコの方まで出かけて行って、クリスチャンをとにかく捕まえようとするわけですね。でそれが今書いてあったこの9章というところの文章です。でこの文章の中に、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害のに燃えてという表現がありますけれども、サウロの目から見てクリスチャンと呼ばれる、まあ、クリスチャンという言葉はこの後でアンテオケというところでニックネームで付けられる名前なんですけれども、イエス・キリストを救い主として信じている人たちの群れ、その人たちの多くはどう考えても彼らは主の弟子と考えたんです。主の弟子、彼らはそういうふうに感じていたかどうかは別として、サウロの目から見たら彼らは主の弟子というふうに考えていました。弟子というのは学び続けるものという意味です。学び続けるもの、イエス・キリストを信じるということと同時に、彼らは本気になってイエスから学んでいこう、イエスに教えてもらおう、そういう意識を持って生きていた人たち、それがクリスチャン、その当時の初代教会の人たちですね。でその後で次の節には、この道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてという表現になります。この道のものという、この道というのは生き方という意味ですね。イエス・キリストを信じた人は信じるということから始まって、イエスが教えようとする生き方についてこだわりながら生きている人という意味です。この道の人で、教会というのはエクレシアというギリシャ語を使うんですけれども、呼び出された人たちの群れという意味があります。呼び出された人たちの群れ、何のために呼び出されるかというと、主の弟子として主から学び続け、主が教える生き方の中に歩むという、主が用意してくれた道に歩むということのために呼び出される。そして当然それは主を礼拝するということのためでもある。それが教会です。で、なんで私が今日この箇所を引いたかと言いますと、この主の弟子たち、この道の者たちが集まっている集団のことを教会と呼ぶわけですね。エクレシア、教会です。ですから聖書の、新約聖書の中に出てくる教会という言葉は決して教会同を意味していない、あるいは教団教派も意味していない、単純に
イエスに属する人であり、イエスから学び続けようとしている人であり、イエスが教えている生き方を本当に丁寧に学んでいこう、それについていこうという、それが、それがクリスチャンの姿であり、それが複数で集まったところが教会、ね、で、サウルはですね、こいつらおかしい、神を冒涜していると思ったわけですけれども、サウルはこんなことに直面します。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡っていらした。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。でもちろんサウロはこの声がイエスだということを悟るんですね。というのはこの後の文章で、主あなたはどなたですかというと答えがあって、あなたが迫害し、私はあなたが迫害しているイエスだという声を聞く。でこれなんでこの言葉を聞いたかと言いますと、イエス・キリストという方にとって教会という群れ、その道に属しており、イエス・キリストから学ぼうとしているその集団は私と呼ぶにふさわしい近さを持っている。だからこの集団の悲しみは私の悲しみであり、この集団の喜びは私の喜びというぐらい主が近くにおられるという、そういう教会って、そういう不思議なところというか不思議な集団なんですね。救い主が私、それこそあのパウロという人は教会のことをキリストの体というふうに表現しています。キリストの体、もうキリストが自分の体の一部でもあるかのように愛し、自分の体の一部であるかのように本当にこう面倒を見ようとしている、それが教会と呼ばれる。それは2人から始まり、複数系の何人でもいいわけですけれども、イエスの弟子たちの群れ、その道に属していて、その道に従っていこうとするその群れ、この群れとイエス・キリストの関係は本当にこう近い、要するにもう神が目をつけてくれている群れというふうな感じですよ。でサウロにとってそれはショックだったと思うんです。サウロは一生懸命頑張り勉強し、一生懸命律法を守り、神を冒涜しているからというので、殺しても、ね、殺すまでしてでもとにかく神に喜ばれたいと思って力んで力んで、でも神から遠く離れているような意識があったに違いない。でもクリスチャンは、まあ、その当時のクリスチャンは一般的に貧しい、名前も知られていない、集まるところも持っていない、本当に社会の中では底辺に属している人たちのその群れに対して、主と呼ばれる方が私を何で迫害するんだとパウロに語る、ね、私を何でいじめるのだと語ってくれる、これは教会です。でこれはね、私決して忘れてはいけないのだと思います。だん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 人が集まってきて一つの組織が出来上がると、まあイエス様ってそういうことしてくれるだろうけど、俺たちはまあとにかくイエス様時々いてくれればいいんで、まあなんとか自分たちでできるからっていうようなことを考え始める癖があるんです。私たち教会の歴史を見ていくとそういうことの連続です。で教会の歴史、まあキリスト教の歴史ですけれども、まず最初から言っておきますけれども、教会は残念、まあ教会というグループといいますか集団は人間の集団なので、大昔からずっと今に至るまで問題のない時代はないんです。そう、イエス・キリストが自分の体と言ってるぐらい近いんですけれど、でもね、人間の集団というのはね、必ず問題を抱えるんですね。ですから教会の歴史ってね、いい話ばっかりではないんです。本当にね、胸が痛くなってくるというか、胸が苦しくなってくるような出来事もいっぱいある。にもかかわらず教会は今でもずっと継続しているというのは、キリストが誠実にその教会を守り、キリストが誠実にその教会を私の体と言っていたわり、私の喜びと言って喜びを分かち合ってくださるからにもかかわらない。教会が成立しているのは人間の努力や頑張りや伝道のおかげではないのです。キリストご自身が私が選び、私のもの、私の体と言ってキリストがいたわってくれるからこそ教会は成立したと言えるんですね。で、サウルという人はイエス様に直接会ったことはないし、イエス様のメッセージを直接聞いたことはなかったと思います。イエス様が亡くなってからの人ですね。で、ですから教会はイエス様が
十字架にかかってそのすぐ後に、蘇られて、そして、しばらくエルサレムで弟子たちは待っていて、そこで聖霊が下って、まあ、大勢の人がイエス・キリストを信じて教会ができるわけですけれども、その段階からほんのそれこそ数十年経った段階であっという間に問題が起こります。どんな問題が起こるかといいますと、これ使徒の働きの6章というところを見ると問題がはっきりと書かれています。これどういう問題かというとね、ユダヤ人の血を引いているグループであることには違いないんですけれども、純粋なユダヤ人でイスラエルを中心に住んでいたヘブライ語をしゃべるユダヤ人のグループと、ユダヤ人ではあるんだけれどもギリシャ語圏で育った、つまり外国で育ったユダヤ人がエルサレムに集まってきて同じ教会にかかり始めた時、問題が起こる。なんで問題が起こるかというと、ユダヤ人の純粋な生粋のユダヤ人育ちのユダヤ人は律法を知っており、旧約聖書を知っており、モーセを知っており、ダビデを知っており、アブラハムを知っており、歴史を知っていて、どういう時に神はどういうことをやったか全部分かってるわけです。でそれだけじゃなくて、ユダヤ人のお祭りのことも分かっているし、ユダヤ人のそのしきたりについても分かっている。だからイエス・キリストを信じた人たちは多くの場合、でもイエス・キリストを信じたけれども俺たちユダヤ人だから、ユダヤ人のしきたりに基づいてこういうことはやっぱりやっていった方がいいよねということを主張した。ところがギリシャ人っていうか、ギリシャ語を喋る人たちでほとんどそういう旧約の歴史を知らない人たちがその教会にふわっと入ってきたとき、なんでそんなことこだわるのっていう問題なの。例えば一つは肉を食べるか食べないかという問題がありました。あるいはこの日は特別の日だからこの日はやっぱり休まなきゃという問題がありました。あるいはユダヤ人たちにとっては、純粋なユダヤ人たちにとってはやっぱり神殿はね大事だよという発想がありました。でもギリシャ周りの人たちにとって、いや大事なのは神殿じゃなくてイエスでしょう、で衝突が起こるんですね。で使徒の働きの6章の中には衝突が起こって、ギリシャ語を話す人たちの集団の中からの、まあ、いわばその長老といいますか、役員といいますか、お世話係が選ばれる、そのうちの一人がステパノという人ですね。でだから6章7章は後で読んでもらいたいんですけども、分裂が起こりました。それからね、使徒の働き15章というところはさらに進んで、パウロという人が伝道旅行をして、いろんなところで福音が語られ、そして外国人がいっぱいクリスチャンになる。外国人はほとんど旧約聖書の内容を知りませんから、だからクリスチャンになっても自分の歴史は知ってる、自分の国のしきたりは知ってるけれども、ユダヤの国のしきたりなんか知らないわけで、いいじゃない別にということで、やっぱりね、ユダヤ人がそこにやってきた、なんでこいつはこんな食べ方するの。またユダヤ人の人たちって意外とその清潔感ってすごいですよね。食事の前に手を洗う、それも当たり前なんですけども、私なんかほとんど洗わなくて恥をかいたことはいっぱいありますが、まあとにかくいろんなところで手を洗い方もあるんですよ、ちゃんと。でもそうじゃない地域の人たちはそんなことお構いなし、もう食事出たらバーって食べてしまう。でそれで、そりゃやっぱりまずいでしょうってユダヤ人たちは文句をつけるわけですね。でそこでこう一悶着を、でしょうがないからというんでエルサレムに会議が開かれて、エルサレム会議って言うんですけど、会議が開かれて、じゃあ異邦人からクリスチャンになった人が守らなければならないものは何だろう、ね、で最低限度のことはこれじゃないのかあれじゃないのかって議論して、で、大まかなことを言えば、いやみんなに恵みによって救われてるんだからさっていう話になって落ち着くわけですね。よかったよかったっていうことになるわけですけれども、異邦人を縛ることはしない、ね、立法で縛ることはしないということが決議されて、まあ、明るく終わるんですけれども、しかし対立がありました。で対立がある中で、でも恵みによって救われた、キリストの恵みによって救われたのだということでこう頷けたということがあって、そのキリスト教がユダヤの民族宗教ではなく世界に広がっていく、世界に広がっていく宗教としての道が開かれたと言ってもいい。そうじゃなかったら大変ですよ皆さん。クリスチャンになるためにはまずユダヤ人にならなければなりません、ね、国境は国籍はユダヤ人にしてくださいと言われたら、とか思うじゃないですか。でも当初一番最初のクリスチャンたちはその辺で悩んだんですよ。あんたクリスチャンでしょ、クリスチャンになったら、ね、ユダヤの、ね、伝統を引き継ぐわけだから、あんたもユダヤ人にならなきゃダメだよって、そんなイメージがあったんですね。でそいつ、いやいやそれは関係ないよ、これ結構勇気いりますよ。でもそういうことがあって、そういうことがあってキリスト教がこう広まっていきましたね、で広がっていって、
いいことか悪いことかまあ分かりませんけれども、全体としてはクリスチャンのイメージというのは一般人のレベルの底辺の人たちがこぞって集まってたんですね。どっちかというと社会に不満を持っている人たち、社会の中でのけものにされている人たち、社会の中で友達ができにくい仕事をしている人たち、そういう人たちがこぞってやってきたんですね。で、彼らはほとんど字が読めないし字も書けないしということで非常に難しいことが起こるんですね。で、そのためにパウロはいっぱい手紙を書きました。新約聖書の後ろのパウロの手紙ばっかりです。でもこのパウロの手紙というのはとても大きな意味がありました。なぜかというと、その当時のユダヤ人の伝統ではユダヤ人の宗教指導者は文章を書かなかったんですよ。なぜかというと、聖書よりも重いものを書いてはならないという暗黙の了解があって、こんなことを書いて聖書より重要視されたらまずいというので、大事な教えは言葉で教えたんです。繰り返し繰り返し暗唱するように教えたんです。だからイエス様も書いてないんです。じゃあイエス様のメッセージはどうやって伝わったかというと、最初から新約聖書があったわけじゃないんですよ。彼らはイエス様の言葉を思い出して、それを繰り返し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 語ったんです。で、それが教会の中で一つの形として残っていった。でも言葉で繰り返すっていうのは難しいですよね。私だって同じ説教を2回してくださいって言って同じ説教できないですもん。同じ日でもどこか変わりますよ、やっぱり。で、それができるのはね、落語家落語家はすごいですよ、本当に。 CD を前もって聞いていくでしょ。それでその同じ演目でやってくれるのをね、きっとね、全く同じまでやっちゃうの。あれはもう芸術ですね。でも普通はね、そんなことできない。だから言葉で聞いて覚えるっていうのは大事なんだけれども、聞かされるだけではね、やっぱりね、そこでいろいろなことを考えますから、必要なものが落ちてしまったりとか不必要なものがついてしまったりとか、そういうことあるんですね。でもパウロは文章で書きましたから、彼は囚人の身であったので、もういつ死ぬか分かんないという部分があったので必死になって書くわけですね。で、それが教会の中で読まれて、文章ってのは素晴らしいですよね。例えばここに皆さんにね、文章がありますけども、例えばこういう文章はこれから100年経ったって日本語が生きてる限り同じですよ、これね、100年経っても。で、こうやって録音されてるのも何回も聞けますからいいですけど、生だけだったらですよ、もうこの時聞いた時だってもう違ってますからね。そんなわけでパウロが文章を書けたというのは、キリストに関する教えが固定化するということに非常に役に立ったんです。確実なものになる。だってそれを読めば分かるわけですよ。とは言いながら読める人はほとんどいなかったんですよ、教会の中に。1人か2人。で、その人が代表して読んだわけです。で、それを保管するわけですよね。で、それがとっても大事な役割を果たすことになりました。で、その後で、実は使徒教父という恐怖という言葉だけ聞くと恐ろしい恐怖のように聞こえますけど、教える父と書くんですけれども、だん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 そのパウロの時代が、ペテロの時代が終わり、十二使徒の時代が終わり、パウロの時代が終わった時、ね、恐怖と言われる人たちが出てきました。教会の中の指導者ですね。教会の中の指導者で、教会の中の指導者で、この人たちは、パウロはその長老とか執事とかそういう名前をつけて役職を与えて、教会の中でこういう仕事をしなさいというふうに聖書の中にも書いてますけれども、それを司教とか司祭とか助祭とかいう言葉を使って分けて、こういう役割ができたらいいよねというのが1世紀の後半ですから、80年とか紀元後80年とか90年くらいに教会の中にこういう形ができてきた、まあ、いわば牧師のようなね、牧師とか、まあ、これ分かりやすいですね。教えを司る人と、祭りっていうのは礼拝を司る人と、それの後片付けをするとか準備をするという、その助祭って、そういうことですね。要するに教会のお手伝いさんができたということです。あと指導者と、そういうシステムが出来上がりました、最初の100年の後半の頃で。特にそこでは日曜日を主日と呼び、復活を記念しての感謝の祭儀が行われた。現在の日曜礼拝というのはこの2世紀の半ばぐらいに教会の中で行われるようになりました。日曜日の礼拝、それまでは土曜日の安息日だったんですね。土曜日の安息日というのは基本的にはユダヤ教のしきたりの中で土曜日安息、これイスラエルに行けばすぐ分かりますが、エルサレムなどでは土曜日にはホテルのエレベーターは各階止まりです。で、自分で触れられないわけですよね。
なんでかというと、これ仕事ですから、安息日は仕事してはいけない、黙って乗って黙って降りるというね、そのぐらい徹底してるわけですけれども、いや私たちはイエス・キリストにこだわって生きてるわけだから、イエスがよみがえったのを記念して日曜日に礼拝しましょうというので、土曜日の安息から日曜日にシフトして、それがキリスト教の際立った特徴になりました。というのは土曜日も休もうというクリスチャンもいっぱいいたけどねユダヤ人の仲間たち、土曜日も休もうね、土日って休みといったわけですね。で日曜日はイエス様を礼拝しよう。それから洗礼、そのグループに加わる儀式としての洗礼というのがこの頃から定着してきたんですね。でもね、この当時の洗礼式のあんまり資料残ってないんですけれども、非常に面白いですよ。最初は男性しか洗礼を受けられなかったんですね。まあ社会的に女性は人間じゃないみたいな意識ありましたから、ごめんなさいね、今日女性多いですけども、私が言ってるわけじゃないです、その当時の社会です。女性は大体ラクダ2頭と交換できるとか、そういう感じの社会だったわけですけど、女性が洗礼を受けられるようになったのはもっと後です。男性が洗礼を受ける、でその時にはまあ教会でみんなね賛美をして、そして、聖書を読むというか、そのイエス様の話をして、で洗礼の場に一人だけ行って、で向こうに司祭が待っていて、でね、男性は全部全裸になって水の中に入って洗礼を受けるんですね。で出てくるとね、蜂蜜とミルクを与えられて、そしておめでとう、血と蜜の流れるうちにあなたはね、入ることができるようになりましたよって言って、それ約束ですかね、旧約聖書的な約束ですけど、それが済んでから洋服を着てまた元に戻って、教会の中ではよかったという、そういう形が多かったと言われています。非常に面白いですね。洗礼終わったら蜜とミルクが待ってるという、なんかね、私牛乳ダメなんですあんまり俺良くないなと思ったんですが、まあそれはそれとして洗礼式がありました。それから2世紀の中頃にはクリスチャンたちが集まって、集まる場所というのは大抵その裕福な人たちの、住まいの、地下室であったりとか、あるいは川べりであったりとか墓地であったりとか、そういうようなところに集まっていたんですけれども、その社会の腐敗から身を守る、まあ、ローマの、ね、影響がありましたからとても乱れていたわけですけれども、まあ、特にねそのローマの中で、この腐敗といいますけれども、例えばねローマではこの当時から、奴隷と獣を戦わせるというのがありました。で どっちか死ぬまで戦わせる、でみんなそれ見てわーって、もうプロレスどころじゃないです、金網プロレスどころじゃないわけですよね。どっちか死ぬまで見てる、でそんな殺人を見るっていうのはとんでもないって言うんで、クリスチャンはそういうところに行かなかったんですよね。でそういういくつかのことがありましたけれども、それで本当に親切に本当にこうプッシングで支え合うということがあって、兄弟愛を示すということがありました。ところが周囲に秘密結社的な印象を与えた、これなぜかと言いますとですね、特に生産式が周りに相当つまずきを与えたらしいというのを言われていて、これは私のねパンを裂いて、これはねキリストの体、そしてワインを出して、これはねキリストの血、あいつらなんか人の血飲んでるらしいよっていう噂が広まって、どうも人を殺して血を飲んでるらしいというので、その噂はブワーッと広まって一気に悪者にされるわけですね。あの宗教おかしい、それで迫害が始まります。で迫害って言いますけれども、大体迫害に類する言葉というのは政治家のペテンが多いです。大体政治家の手法です。なぜかというと、国民同士の中に共通の敵を作ったら、国民全体がこの敵に向かって敵を燃やしている間に政治家はみんなからの批判を逃れられますから、ここでいろんなことを勝手に決め始めるんですよ、目をそらして。これね、いつの時代でも一緒、今だって一緒で、そういう意味では、迫害時代、非常にローマは多神教の国でしたからすごく寛容なんですけれども、彼らが集まって血を飲んでいるということや、もう一つはっきりしていたのは皇帝を神として認めないということがありました。皇帝を神として拝まない。でその当時ユダヤ人たちはでも同じように神として拝んでなかったんですよ、皇帝のこと。でも迫害されなかったですね。
ユダヤはローマの属国でした。だからユダヤ人は皇帝を神として認めないって言ってたんですよ。でも彼ら迫害を受けなかったんです。なぜでしょう。話は簡単ですよ。神殿からたっぷりローマに金が入ってた。神殿を司っていたサドカイ派の人たちは金持ちでした。それは彼らはローマから委託を受けた時、いや金いっぱい送りますからって言って、こっちは金欲しいですから金をもらって、じゃあお前らいいよいてもということで彼らは迫害されなかったんですね。ところでキリスト教も最初はユダヤ人の一派だと思われていたんですよ。だけどどうも日曜日に礼拝してるらしい、どうもユダヤ人の神と違うイエスというやつを拝んでるらしい、しかも皇帝礼拝を極端にね、その批判し、あるいはまたそのみんなが楽しんでる娯楽であるあの殺し合いのゲームを見に行こうともしない。そんなことで彼らは、一気に敵外心を燃やした皇帝の餌食になるわけですね。ここにあるように、このカトリックの教会年表というのを見ていただくと、64というところ、ローマで皇帝ネロによりキリスト教の迫害が起こる。でペトロとパウロが殉教するというのがありますけれども、ネロに関してはもう本当にひどい王様だというね、ひどい皇帝だったということはよく知られていますけれども、ローマに火をつけて大火事を起こす。でこの大火事をね、あの火元はクリスチャンだとっていうのでキリスト教の弾圧が始まる。でも基本的には偶像礼拝としてその皇帝を礼拝することを拒むということと、生産式がなんか人の肉を食べてるというのは誤解があって、でそういうようなことがあって迫害が始まる。でもこれはさっきから言っているように、一つは政治家によるペテンです。ただね、ローマではおよそ200年間ぐらい迫害があるんですよ。強い場合と弱い場合がありますけれども、200年間ぐらいの迫害を経験するんです。でその当時の映画で有名なのが、その当時作られたというよりもその当時のことを題材にした映画がこのクォ・ヴァディスという映画ですね。1951年にアカデミー賞を取ってる映画です。ただね、長いのこれ3時間近くなんですよ。私何回もチャレンジしたんです、見ようと思って。だいたい途中で寝てしまってですね、ついに最後まで見れなかったんですよ。恥ずかしい話が。だから今日ね、本当はこれ見せようと思ったら部分的に、だけどどこ切っていいかよくわからないですね。今日は題名だけでいいかなと思って、とりあえずクォ・ヴァディス。でここにはネロが出てきます、パウロも出てきます、ペテロも出てきます、迫害の様子も出てきます。そして社会人としてあの時代にクリスチャンとして生きるということがどれほど大変だったのかということが出てきます。でも同時に彼らがどうして尊敬を受けていたのかということも分かります。まあなんとなくその女々しい部分といいますかね、もちろんそういう映画の中にはラブロマンスとかいろいろ出てくるんですけども、でもその当時の社会状況を知ろうと思ったらこの映画は非常によくできた映画です。非常によくできた映画です。クォ・ヴァディス、まあ、クォ・ヴァディスというのはあのペテロが、ね、主よいつ来いというで、またあのローマに帰るのだというね、その声を聞いて本当はペテロは逃げようとするわけですけども、でも分かりましたので私も引っ返しますと言って彼は殉教していくわけですが、そんなクォ・ヴァディスという映画があります。しかし200年くらい続く迫害の後、313年にミラノの勅令というのが出ます。これは社会科で聞いたことがあるかもしれません。コンスタンティヌス大帝とリキニウス帝によって出され、キリスト教は帝国内の公認宗教の地位を得た。ローマにいる懐柔政策でもあったとありますけれど、313年にはものすごく迫害されていたのに、この313年にはキリスト教も一応公認しようというお触れが出るわけですね。まだ国教にはなってないんですよ。国境にはなってないけど、一応キリスト教も OK というサインが出る。これなぜ出したかというと、潰しても潰してもやめないんですよ彼らは。それで迫害して、そして殉教者がいっぱい出るんですけれども、その殉教者の生き様というか殉教者の死に様を見て感動する人たちがいっぱい出てきたんですね。あいつら本当に真面目に
本当にいいやつだ、本当に真面目にキリストに従おうとしてる、あいつら悪くないよっていう空気があまりにも出てきたもんですから、このまま続けると皇帝が悪者になるということで即座に打ち切ってですね、あ、OK にしましたみたいな、許せない感じがしますよ、200年も生きていてね、で責任取れって言いたいんですけれども、そんなことはしないわけですね、政治家はね。で公認になります。で公認になるというのはキリスト教が認められ皇帝によって認められるわけですけれども、ここには一つの代償が現れなければなりません。というのは、皇帝がローマの皇帝、ローマのいわば王様が教会の決まり事に口出すようになるんですよ。認めたんだからお前ら国の言うことには従えよなっていうことですね。でそれいろんなことに起こるんですけれども、まあ結果としては良かったと思いますけど、私何があったかと言いますと、ニケア公会議というのがあるんです。ニケア公会議、ニケア公会議ってのはどういうのかというと、あれは2回だと思いますが、皇帝が費用全部持ってその地域全体の牧師たちを呼ぶんです。集めるんです、税金でですよ、集めて、それで教会がどうもね不穏だと、あんた方の考え方がどうも違ってるらしい、だからあんた方は一生懸命考えて一つの答えを出してもらいたい、な喧嘩ばっかりしてないで仲良くなるためにもいろいろね、とにかく議論して、このことについてあのことについて議論して結論出せってことを言うんです。これすごいですよね、税金で税金で教会の中のいろんな揉め事を解消するために牧師が集められて、でリーダーが集められて、そこで議論する、いろんな議論する。ただね、議論の結果結構厳しくて、それにそぐわない人たちは異端として処分されてしまうんですね。異端として処分されてしまう、だから結構深刻なんですけれども、でその中で有名なのが、アリウス派という、アリウス派とか、325年にこの、年表の中にアリウス派というのが出てきますね。コンスタンティヌス帝によってニケア公会議が開かれ、父と子の統一性を確認し、アリウス派が異端とされるとあります。アリウス派、アリウス派とアタナシウス派というグループがあってですね、アリウス派というのはこんなことを言ったんですよ。神はお一人だと言ってるではないか、だからイエスが神だというのはおかしい、イエスは人だ、神はお一人しかいないのだ、イエスは神ではないというのがアリウス派の主張です。でそれに対してアタナシウス派という、アタナシウスという人がリーダーになってグループがあったんですけども、アレキサンドリアのアタナシウスという人が、違う、そうではなくて、神は三位一体なる神であって、巫女、父と巫女は同格なのだということを言うわけですね。そんなことで、最終的にはこの三位一体の説というのが通るわけですけど、アリウス派とアタナシウス派ではアリウス派が退けられる。それからね、ネストリウス派というのもその当時出てきて、これはもうちょっと後ですけれども、ネストリウスという、これはコンスタンティノポリスの大司教だった人ですけども、これはこの人はどういうのかというと、キリストは、神だというけれども、でも人として来た時には彼は神ではないというようなことを言うわけですね。イエスの福音書にはそのイエスが神だということはあるけれど、でも肉体を取っている時は神ではないという、そういう主張があって、これもまた問題、これ何で問題になったかというと、お母さんのマリアが問題になったんで、キリストを産んだマリアは神の御子を産んだのだから神の母になるのではないのかという発想がありました。ただマリアスバイトはその辺から始まってるんですけどね。でネストリウスという人は、違う、あれは人間産んだだけだよっていう話になって、議論が紛糾するわけですが、ネストリウス派は追い出されるんですね。でこのネストリウス派の人たちはすごい伝統熱心な人たちね、中国にまで渡るんで、この400年代に、それで中国では慶教という名前で
キリスト教が広がるんですよ。景況っていうのはこう風景のことですか ね, 景況ですね。それで実はですね、空海という日本のお坊さんがいますけれども、空海が中国に行った頃にはその景況がもう大流行りでですよ。でもしかしたら空海は仏教だと思ってそれを信じてきたのではないかと言われるような筋があるんです。なぜかというと、そもそも真言宗というね、誠の言葉じゃないですか。誠の言葉なんて主張したのはイエス・キリストだけですよ。誠の言葉で、真言宗の中にはね、キリスト教から取ったような言葉がいっぱい出てくるんですね。非常に面白い。それはネストリウス派で異端と言われながらも、中国では本当にこう宣教して中国にキリスト教を持ち込んで一番最初のグループというふうに言われてるんですけども、それからね、ドナトゥス問題というのがありました。ドナトゥス問題というのはどういうのかと言いますと、これはちょっと教会に対して非常に真面目な考えを持っている人で、クリスチャンは教会に対して常に清くなければならない。だから迫害が怖くて、あ、もうキリスト教やめますって言ったやつはもう洗礼もそれはもう無効だ。そんな一回キリスト教なんか知らないって言ったやつはもう洗礼なんか無効だって言ったのがこの、ドナトゥスという人なんですね。でこれはもう結構問題になったんですよ。迫害ひどかったでしょ。だから迫害の時代に逃げていった人たちもいっぱいいたわけで、でも公認宗教になったら帰ってきて、いやあの時はさ、いろいろ都合があってさっていう、それを許せないリーダーだったわけですね。ダメだそんなのって言い出した。まあ結果的には公会議というか、それ何が決まったかと言いますと、いやいや恵みによって救われたんだからいいのさ、真面目になって帰ってくればっていう、それがまあ主流になって、ドナトゥースは退けられたんですけども、そういう会議がいろいろありました。でそれはほとんど皇帝がお金を出して会議を開かせてこう決まった。だからこれはまあ悪いことではないんですね。でもだん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 教会内部の出来事が国レベルで、国がその人たちを処罰するとか、そういう話になってくる。で392年に、まあ、これはね、時代が多少錯綜してるんですが、391年という説もあるし、392年という説もあるんですけれども、国教化されました。国教化。キリスト教が公認宗教から国教化になる。国教とされる。国教となるというのはですよ、これ大変なことですよ。もしキリスト教にならなかったら、あなたは国の規則に違反していることになりますからね。信仰ってこういう形で守れるんでしょうかね。私時々考えるんですよ。日本のね、福音宣教はダメだ、 1% にも満たない、もっとどんどんやって 100% 目指さなければ。でも 100% になったらいい国が起こるんでしょうかね。私はそもそも 1% とかなんてことはとてもナンセンスだと思う。それは神にとって一人一人が大切な存在であることは間違いないと思うんですね。で神は時々パーセントを見て、おお、これだけいるからいいか、魚じゃないんだからね。味方で何歩ってわけじゃないでしょ、一人一人でしょ。そう考えると国教化したことによって本当に良くなった部分っていっぱいあるんですよ。教会が整えられて、教会がだん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 本当にこう全体として機能するようになったということを考えるととても素晴らしいことなんですけれども、じゃあ信仰はどうかというと、当然のことだからしょうがない、これ信じなかったら首切られるようじゃね、犯罪者になっちゃうから信じなきゃっていう人はゾロゾロ出てくるわけですよ。それって信仰なんでしょうか。人をパーセントで区切るというのはね、本当にね正しいことだと思わないですし、そして100% の人はクリスチャンですと言ったからといって国が天国になるかというと、そんなことはないですよ。そんなことはない。この地上は常に不完全であり、この地上は常に永遠の都にはなり得ない。人間はいつでも人数が増えてくれば必ず甘えが出てくるし、傲慢になってくるし、人数が増えてどん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 部下が増えるようになってくれば、知らない間に物の大きさを比べ合い、何を持っているかを競い合い、結局のところイエス・キリストは私の体って言ったそれと全く異質なものができてくる可能性がある。
でそれについては来週以降の話になるので、あまりここで力んでもしょうがないんですけども、まあでもとにかく国家宗教となったということはもちろん税金を使って教会が維持されるということですから、教会にとっては悪いことではないかもしれません。でもそれは本当に神を信頼するということによって成り立った教会なのだろうか。神を信頼するということによって成り立った教会なのだろうか、それとも人の力で成り立った教会なのだろうか。その辺のところはね、非常に大きな問題になってきます。それで実は国境になったときにね、国が滅びちゃってしょうがないんで ね、ローマ帝国もね、だんだん傾き始めてですよ。最初は西 あのローマがすごく力はあったんですけども、だんだんローマ帝国がだんだん弱くなって、だんだん東の方のコンスタンティノープルというところにも首都を移してですね、でローマとコンスタンティノープル両方に首都があって、そこでやってたんですけども、だんだんコンスタンティノープルの方が元気になってきて商業的に栄えて、でローマの西側の教会もあったんです、ここが中心だったんですけども、こっちにも教会を建てて、こっちをなんとか盛り上げようという空気が起こってきた。西側のローマはローマカトリックが今引き継いでますけども、東側の、東方教会というのはギリシャ正教会の土台になっています。ですからローマカトリックとギリシャ正教会というのは昔からあって、ローマの2つの都を象徴しているグループですね。で東側はどちらかというと非常に哲学的な、ギリシャ正教会の方は、哲学的というかね、なんというか神秘主義的な傾向がとても強いんです。神秘主義的な傾向、こっちのローマの方はですね、言葉は何を使ったかというとラテン語を使ったんですよ。ラテン語を使ったので非常に、具体的な教えとか具体的な日常における在り方とか、そういうことを定義するのがすごく進んでいったんです。ですから教会の力から言うと西側、ローマ教会の方がいろんなことごとを決めたり、いろんなことごとを動かしていくということを本当にしっかりやるようになった。東側ももちろん力はあったんですけれども、でもどちらかというと教会に与える影響というのはローマカトリックの方が強くなりました。でその一つは聖書がラテン語に訳されたということがあります。さっきパウロが手紙を書いたことで固定化したって言いました。しばらくしてからもう随分ここにありますが、407年ヒエロニムスが聖書をラテン語に翻訳するというのがあります。ヒエロニムスが、聖書をラテン語に翻訳する。でこれはね、一大事業でした。今確かエルサレムに行くとヒエロニムスの像があると思いますけども、この人がですねラテン語に翻訳したんですね。これすごいことなんですよ実は。じゃあそれまでは何があったかと言いますと、70人訳聖書というのがあったんですよ。70人訳という70人訳聖書と言われているやつで、これは紀元前3世紀頃から旧約聖書がギリシャ語に翻訳されてたんです。もともとはヘブル語ですよ。だけどギリシャ語に翻訳されて、パウロが使ったメッセージで使った原点はギリシャ語だったと言われてるんですね。でギリシャ語の旧約聖書がメインだったんです。だけどその当時教育の現場を仕切っていたのはラテン語系の学者たちだった。まあ、ラテン語系の学者たちとギリシャ語系の学者たちがいたんですけども、キリスト教会における教育を牛耳っていたというか指導者的な役割を果たしていたのはラテン語系なんです。でヒエロニムスという人はラテン語で聖書を、翻訳したんですね。でそれが土台になって、キリスト教が本当に、新約聖書もその頃からだんだんと整えられてくるわけですけれども、とにかく、これはとても大きなことでした。ここにもちょっと書いておきましたが聖書が訳されるっていうのはね、本当に大きなこと、まあ、ここには西欧というのはローマのことですけれども、聖書が翻訳されるというのは、ね、実に大きなことです。
でちょっとねここにまとめを書いてみたんですけども、最初の400年で何が起こったかというと、司教制の確立というのがあった。司教制と教会の中の、まあ、プロテスタントでは牧師、長老、執事というふうに使いますけれども、カトリックは司教という言葉、あるいは司祭という言葉を使いますが、司教制が確立された。それから使徒信条とかニケア信条という信仰告白が確立されたというのがあります。信じている人たち、ちなみにこの当時の人たちは識字率が本当に低くて字が読める人はほとんどいなかったんですね。でも何を信じているかというのは言葉で覚えさせた、それは信条ですね。使徒信条、皆さん言えますか？我は天地の作り主というね、全能の主なる神を信じる、あれはとてもいい信条ですが、この頃できました。400年ぐらいでね。で、それを一つの信じている内容として確認して洗礼を受けたんですね。で、さっき言ったようにこの頃聖書、旧約聖書だけだったものが新約聖書も加えられて、聖書がか、まあ、完了したといいますか、聖書が作られるようになったと、編纂されるようになった。で、これはね非常に重要です。で、その立役者の一人はヒエロニムスという人ですけれど、でもヒエロニムスだけではなく、実はここにもちょっと書いておいたんですけども、新約聖書の成立について、新約聖書はどうしても必要でした。どん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 増えて、人が増えていき、司教が確立されたとはいえ、何を教えるかというのはとても重要なことだったので、何を教えるかという土台が必要だったわけですね。で、その当時旧約聖書は文章になっていました、すでに。ですからラテン語、あのギリシャ語からラテン語にというのがありました。新約聖書の場合にはパウロの手紙があったんですけども、福音書はなかったんですよ、この当時。福音書はありませんでした。で、福音書はどういうふうにできたかというと、教会の中で、いや実その最初は12使徒弟子が、いや私の主であるイエスはこういうところでこういうふうに教えましたというのを繰り返し繰り返し語り、それを聞いた人がまたそれを次の人にこう教えていく、あるいは教会に集まるたびにそれをみんなでこう聞いて暗唱していく、そういう意味では、まあ、イエス語録じゃないですけど、そういうのもあったんですね。でもさっき言ったように人が言葉でというのは、ね、なかなかね固定化しにくいんですよ。で、それで福音書が書かれました。で、福音書が書かれたんですけれども、これ意外と知られてないかもしれませんが、新約聖書で一番最初に書かれたのはパウロの手紙です。パウロの手紙、それを教会に出回りました。で、パウロの手紙を読んで、あるいはそれを聞いて、これ私の知ってるイエス様と違う、まあ違うと思わないと思いますけど、そうなの？っていうところで、じゃあ私が見聞きしたイエス様の姿をというので、今まで教会で語られていた事柄が書き記されて、マルコの福音書が一番最初に書かれたと言われています。マルコの福音書で、マルコの福音書を土台にしてマタイの福音書とルカの福音書が書かれたと言われているんですね。で、書き手は誰かというのは定かではないんです。でもそれは教会の中でずっと語り続けられたものなので、それを読むことができる人たちが読んだとき、読み上げたとき、それはいつも聞いてる話と同じだったということなんですね。ですからそれでパウロの手紙と他の弟子たちの手紙と福音書が一緒になって27巻集められて、新約の部分というのができて、旧約とくっついて聖書というふうになったわけですね。で、その作業はおよそ400年かかってるんですよ。400年すごいかかってますよね。で、今日ですね、ぜひぜひ知っておいていただきたいのは、この私今日皆さんにお渡しした文章の、2ページ目の半分から3ページは全部新約聖書の成立についてという文章です。ちょっと読んでおきたいと思うんですけど、序の部分から、キリスト教成立と聖書の成立は時期が同じではない。キリスト教の始まりの時代には書物で何かを伝えるというよりも言葉を話して伝える、いわゆる口伝、交渉という形がより重要なものとして理解されていた。これは主にユダヤ教の伝統から来る考え方である。やがて神殿が崩壊しユダヤ教の影響が弱まり、代わりにギリシャ的な影響が強くなってくるようになってから、書物という形での伝え方がより権威を持つようになってきた。
したがって以下の箇所での神の言葉というのは本というより伝承による神の言葉と理解すべきだというのは神の言葉が生きており力を発揮しどんな両側の次よりの鋭く分とかありますけれどあるいは教えにかなう信頼すべき言葉これはその当時教会の中で語られていた内容のことですね。ここで言っている神の言葉というのはね。でこれらの言葉を土台にしてキリスト教会では聖書を読みましょう、聖書に従いましょう、これを守らなければ祝福はありません、聖書のこの言葉が与えられましたなど聖書に信頼して歩むのを歩むための勧めがなされている。確かに信じることは悪いことではない。しかし何を信じるかによっては偏狂な思索活動にとらわれ社会に適応できない状況に陥ってしまう人たちも出てきている。精神的な混乱をもたらすほどの強烈な縛りとか束縛を感じてしまう人たちもいる。だからこれは歴史の学びですので旧約新約聖書はどういうふうにできたかということを考えながら内容を吟味する必要があるだろう。ところで私は決して聖書は神の言葉であるということについて疑っていません。その教えにおいては神が本当に真実込めて私たちに残してくださった言葉だと思うんです。ただ文章として残されたものことに書き写されたものや翻訳されたものが元々のオリジナルと全く同じであるとか神が意図したままだということに関してはもしかするといくつかの間違いはあるかもしれないと考えています。で、その制約の過程ですけれどもちょっと見ていくとですね、実は福音書に関して言うとマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという四福音書といって最初の3つを教官福音書といいヨハネの福音書は別なんですけれども教官福音書というのは大体共通の話題があるわけですね。ヨハネの福音書は独特の色を持っています。この学びでは一番最初ヨハネの福音書をやりました。で、いろいろ歴史を調べていきますと福音書は他にも存在しているという事実があります。トマスの福音書とかユダの福音書とかあることはあるんですね。それは入れられてない。で、なんでって聞くとある本にはいやそれは使徒的な権によるものだよっていうね、使徒的つまり使徒が書いたものは優先されたんだってことを言いますけど、いやそれはだってペテロだって使徒だしトマスだって使徒なんじゃないのっていう話になるわけで、これは明らかに教会が選択したものです。教会がこれを教えることでキリスト教の教えがきちんと伝わるというそういう内容のものを選抜して作った。もちろんそういう背後に神の意図というのはあったと思います。でも教会の意図、教会の指導者の主観というのがなかったわけではない。それから翻訳とか写本とか複製の書問題というのがありました。ローマ社会では書物の複製のテキストはプロの書記と識字能力のある奴隷の仕事で、テキストを複製する人とそのテキストを必要とする人とは通常別だった。つまりプロの人に翻訳してもらってそれを受け取って使うというのは普通だったんだけど、ただ初期キリスト教会の場合にはキリスト教徒が自分自身や自分の共同体が使うためにテキストを複製していたと。だから私が、ね、外国の賛美歌で感動して私が訳してこれどうって言ってると同じようなもんだ、ね、極めて権威のないものだということなんですけど、ただですねその当時の識字率の問題、つまり字が読める人が何人いたかとか本当に訳す力があったのかとか写しながら何を考えながら写してたのかということを考えるとですね非常に怪しいものが出てくる。まあ、ここにいくつか意図的改ざんの可能性とか凡ミスによるというのは出てますけども、キリスト教のテキストは、キリスト教のテキスト複製者はつまりこれ写本したわけですけど、プロの書記ばかりではなく単に字を読める素人も書き出されていた。読めても書けない自分の名前をかろうじて書けるといった程度でも識字能力があるとみなされた。つまりある書記にとっては写本とは文字を絵のように写し取る作業だった。紀元前5世紀のアテネではその程度の識字能力のものも含め識字率は全体の 10% から 15% だった。残りの 85% は読めなかったし書けなかったということですね。で、これはあまり知られてないかもしれませんけれども面白い説があって、マルコの福音書の金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいってこともありますよね。あれは分かんないですよね。ラクダは、ラクダとは、っていう。ね。これだから映しちゃうわけですね、誰かがね。アラム語のロープ、砂ですね。
ロープという言葉とラクダという言葉の発音はほぼ同じなので、聞き間違えて書いたのではないだろうかという説がある。ラクダという言葉とロープという言葉は同じだ。音が、音的に。だから、ロープ、針の穴だったら、糸は通じるけど、ロープはまさか無理でしょうっていうぐらいだったら分かる。分かりますよね。だから、ラクダってなると、私今シリア語の英訳なんですけども、聖書を持ってるんですが、それはアラム語から直接訳したもので、そのシリア語の聖書の中にはロープというふうに訳されています。その方が分かりやすいですよ。でももちろんいいんだよ、ラクダなんだからってそれはそうなんですけど、そうなんですよ。これ説教者にとっては大変ですよ。だって全然ついつま合わないんだもん。天国行ったら一番最初聞いてみたいですよ、イエスさん。それはラクダなんですか、ロープなんですか。人間的にはロープの方が分かりやすいんですけどねって言いたいじゃないですか。なんかね、でもラクダって書いてあるから、ラクダなのかなって、いろんな説聞きました、私。イスラエル、エルサレムに行くとラクダのもんというのがあって、何です。そういう問題もあるのではないか。つまりこれ何言いたいかというと、歴史の中で作られた本、聖書もやっぱりそういう過程を通っているので、あんまり何回もかんでも鵜呑みにするというのは健全ではないよということなんです。私は歴史から学ぶ必要があるんですね。で、後でですね、ここに出ているバティカン社本、これちょっと内容は分からないんですけれども、書き写しながらですね、明らかに書き写している中、あれなんでしょうね、こう、ま、字の間違いというか、そういうのを分かる人がいたんでしょうね。その写本にね、落書きしてるんですよ。どんな落書きかというと、この場が元のままにしておけって勝手に書き換えるなんていうね、落書きがこう書いてある。面白いですよ、こう写真が撮ってあって。聖書も写本ですよ。だから前に写本した人が明らかに間違ってることを書き加えてるんですよね。私たち分かんないです、そんなのね。聖書ってそういう意味では非常に素性の怪しいというか、部分があってですよ。僕はこんなこと言ったら石が飛んできそうですけどでも歴史的にはそういうプロセスを通ってできたものだ。しかもギリシャ語というのは、ギリシャ語の写本というのはね、難しいんだよ。句読点がない、引用符がない、疑問符がない、大文字小文字の区別がない、単語と単語の間のスペースがない、どこからどこまでが誰の発言なのか分かりにくい、疑問文なのか肯定文なのか、それも分かりにくい。例えば英語でですね、ここに GODIS NOWHERE というのがあります。で、これは God is now here とも書けるし、つまり神は今ここにおられるとも書けるし、 God is nowhere、 神なんてどこにもいないというふうにも書ける。で、次、長い一文があります。これ2つに読めるんですね。これ一つはですね、Last night at dinner、 I saw abundance on the table というふうに読める。これはテーブルの上にいっぱい物がありました、ゆうべっていうふうにも読めるし、 Last night、at dinner I saw a band dance on the table とも読める。つまりパンがテーブルの上でダンスしてましたよとも読める。どっちか分かんないじゃないですか、本人に聞かなきゃっていう問題があって、聖書の中にもそういう問題はあるかもしれませんよということなんです。それでも今私が持っている聖書のアキュラシーというか正確さというのはね、もうこんな心配はいらないくらい正確だと思います。ただそうは言ってもやっぱり人の手によって書き写されたものであるゆえに、書き加えられた恐れはないだろうか、他の意味はないだろうかと考えながら読む姿勢というのは非常に重要なことなんですね。で、キーワード、この一番最後のキーワードというのがあります。キーワードは権威というのがあります。聖書の言葉は人を動かす道具として権力者たちに利用されてきた歴史を持ちます。多様性を持って聖書の言葉はどのようにも理解できる書物であり、どのようにも利用可能という面を持っています。
不都合な不一致や曖昧さを隠して意見の相違や記述の食い違いなど全くないという読ませ方、考え方が神の権威として押し付けられると偏狭な掟主義の中に閉じ込められる道具化してしまうことがある。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格をお与えくださいました。文字は殺しますが霊は生かしますという言葉があります。指導者が他者を指導し、誘導し、先導し、奴隷化するための最も有効な脅しの一つは神の言葉である聖書に書いてあるという権威を重ねてきた言葉です。聖書の言葉で人を殺してはならないし、聖書で人を組織の奴隷状態にしてはならない。聖書はある特定の教会や集団が正当性を名乗り他の集団を排斥する 権威を認めていません。また権威を鵜呑みにして部分的な聖句の中に神の導きを求めすぎるのは危険だ。その行為は朝のテレビで占いをチェックすることと実質的には何も変わらない。聖書は個人の出来事について善悪の基準を示すことはあっても進路や選択について何をどうすればよいのかを明確に教えているわけではない。それは個人の願望を伴う解釈であり個人の思い込みである場合が多い。結果責任は聖書にはない。御言葉が与えられたという発言は個人の願望が聖書の言葉と合致したり自分の進みたい方向を示唆する言葉だったりしてそれを個人が神の導きと解釈したりすぎない場合がある。振り返ってそうだったのかもしれないということはあっても何かの前に導きと称して個人への確実な成功を約束する言葉が与えられることはない。心の励ましにはあっても権威ある成功への約束手形ではない。言霊思想への注意が必要だと書いてありました。権威は聖書全体からの教えにあるのです。そして中心的なテーマは根源であるキリストご自身にある。じゃあ御言葉って何かというと御言葉というのは聖書全体が証しするものですなわちキリストご自身のことだ。まあ、ここにヨハネによる福音書5章の39節からの言葉、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところに来ようとしない。聖書全体からキリストを発見しキリストの心を発見すること、それこそ御言葉であり神の教えなのだ。本そのものが礼拝されるべき清い本ということではない。聖書のこの箇所にこう書いてあるという僕へのこだわりよりもそこにあるキリストの教え、キリストについての教えを知ることが重要だ。聖書があるからこそキリストの恵みがわかる。聖書を土台にして許しの神を発見できる。聖書は人をキリストに結び合わせるための書物です。聖書はまた信仰のあり方と道徳的指針を教えてくれる宝庫でもある。そこにこそ聖書の存在意義、読まれるべき意味がある。つまりこの当時読めない人が多かったですから、もうすでにこの時代から聖書が間違って解釈され、いい加減の言葉が語られ、そしてそれによって人々を苦しめられるということが起こりました。そのピークはルターの時代における免罪符。あの当時ラテン語で聖書を読まれていましたけれども、ラテン語を読める人はほとんどいなかったわけで、だから聖書の説明をラテン語で書かれてこういう意味だって言われれば信じるしかないですよ、読めないから。でルターはドイツ語に訳すんです。しかもラテン語からでもギリシャ語からだと思うんですけど、彼は本当に本気になって聖書を母国語でみんなが読めるようにみんなが分かるようにということで訳すんですね。それによって自分たちが考え、自分たちが判断し、一番最初の聖句に戻りますけれども、主の弟子であるということとその道のものというね、そこにクリスチャンが立ち返る。聖書っていつでもそのことのためなんですよ。そうか、私たちが私に聖書が与えられているのは主の弟子といって主を学ぶ、主から学ぶということのためであり、また同時に主が喜ぶ道はどこにあるのか、この道に立つってどういうことなのか、何を優先することがこの道にいることなんだろう、そういうことを学ぶためにあるのだ。だから自分で読んで考えて悩んでいいんですよ。で何でもかんでも牧師に答えを求めるのそれでいいんですけども、本当はね、自分で聖書を読んでると、ね、自分の中に答えがね、うっすらと分かってくるもんですよ。でそれがとても大事なことなんですね。で聖書がそういう内容で聖書ができて一
般の人たちに読まれるようになるにはまだまだ時間がかかるんですけれども、それでも文字として新約聖書と旧約聖書が私たちの前にこう見える形で残るようになったというのは大きいことですね。でこれが一般大衆の手に渡るのはグーテンベルクが印刷機を発見し、印刷機を発明してからですね。彼が一番最初に印刷したのはルターの聖書です。大きいことですね。それが400年くらいかけて聖書ができ、そしてそれがこうだんだんと広がっていったということ、それがだんだんとこうね、それを用いて教会が作られていった。最初の400年、まあ全然語りきれてないんですけども、 来週は600年くらい語りますが、ちょっと暗黒の部分に入っていきます。国教化されちゃった教会がどこに行ってしまうんだろうという、そんな感じのメッセージがありますが、楽しみにしてください。恵み深い天の父なる神様、教会が主に選ばれた主の弟子たちの群れ、この道の者たちの群れとして、あなたの体としてあなたが理解し、私の喜び、私の民、私の悲しみ、そんな身近にその群れの中にいてくださることを感謝します。そしてまたいろんな出来事の中で聖書が400年もかかって準備され、今私たちのところに日本語で、あるいはそれぞれの母国語で読める形で提供されていることも本当にありがとうございます。ただ鵜呑みにするというよりも、本当にあなたに教えられながら丁寧にそれを読み、イエス様を発見できるように、神の愛を発見できるように、自分の醜さということよりも、あるいは自分にとってのプラスマイナスということよりも、イエス様ご自身を御言葉の中に発見できるように導いてください。そしてその御言葉によって心励まされて、ますます主の弟子としてこの道に生きる者として前向きに生きていくことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。